こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、ご質問にお答えをしたいと思います。帯揚げと着物の色が似ているのはおかしいでしょうか。こんなご質問をいただきました。このご質問にお答えをしたいと思います。このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。ご質問を読ませていただきます。帯揚げと着物の色が似ているのは、帯揚げと着物の色、帯揚げと着物の色が似ているのはおかしいでしょうか。手持ちのベージュの江戸小紋に帯はからし色のようなものを合わせたいのですが、帯揚げと帯締めの色について悩んでいます。着物の色と似ているピンクベージュのような帯揚げ、帯締めはおかしいでしょうか。また何色が合うと思いますか。このような色選びをどのように考えるかを教えてください。はい、こういうお悩みの方多いかもしれませんね。こういうのってどういうふうに考えたらいいんでしょうか。このご質問内容だけでは全くなんて答えていいかわかりません。それはですね、あなたがどんなセンスかがわからないからです。あなたが例えば可愛いものが好きとか、それからかっこいいものが好きとか、クラシカルな真面目なものが好きとか、いろいろ好き好きがありますよね。で、その好き好きによって好きな色や好きな柄、そして似合う色や似合わない色や柄があるんですね。陥りやすい傾向もあります。それが分かった上で、次にベージュの江戸小紋っていうのが出てくるんですけども、これがあなたらしいかどうかもわからないですね。ベージュの江戸小紋をあなたがお選びになったのでしたら、江戸小紋がお好きな方ですよね。私も江戸小紋持っていますけれども、江戸小紋って割と多くの方がお選びになりますよね。ですから江戸小紋をお求めになる方だから、こんな個性の方だろうという推測もできないんですね。あなたがどんな人かわからない。それから江戸小紋が似合ってるかどうかもわからない。江戸小紋に帯はからしのようなカーキ色のようなものを合わせたいのです。これ色ですよね。色だけではわからなくて、やっぱり柄とかね、可愛い柄とか、それから強い柄とかあるんですね。そういうことがわからないと、それに対してアドバイスはできないですね。これってあなたのことは置いておいて、この着物にこの帯は合いますかっていうことなんですね。それが合うか合わないかは、この人によってものすごく違うんですよ。この人によってものすごく違うんですね。ですから、この人がどんな人かわからないと何とも言えません。着物の色と似ているピンクベージュのような帯揚げ、帯締めはおかしいでしょうか。手持ちのベージュの江戸小紋に帯はカーキのようなものを合わせたい。つまり薄い色に濃い色のカーキですよね。そして帯締めと帯揚げの色について悩んでいます。着物の色と似ているピンクベージュのような色、そうするとこの帯揚げは着物に近くなります。それから帯締めはからしの中にピンクベージュのような帯締めですよね。色数が少ないなっていうことはわかるんですけれども、何色が合うと思いますかって言われたら全然わかりません。つまり、あなたが誰なの。これ極論しますとね、この着物や帯やそれから小物に関してお召しになる方が違ったら、似合うものって違うんですね。例えば綾瀬はるかさんが着た場合、長澤さとみさんが着た場合、安藤サクラさんが来た場合、石原さとみさんの場合、戸田恵梨香さんの場合で、そのお着物と帯が似合うかどうか、そして帯締めと帯揚げがおっしゃってるのでいいかどうかっていうのは全く違うんですね。ただし女優さんに関しては、その方の個性に合わせるではなくて、その演技の役に合わせるとか、着物に合わせて女優さんが着るっていうことの方が多いので、その方の個性をそのまま表した着姿にはなっていないことが多いんですね。それと同じようにしていると、皆さんの場合はダメなんです。
一般の人は自分らしさが現れる着物姿にしないとおかしい。おかしいんですよ。その人らしくないんです。そしてご自分もなんか落ち着かないわ、好きではないわ、物足りないわ、ちょっと違うのよ、全然違うのよ、やっぱり嫌だ、この柄、この色、このコーディネートっていうことになるんですね。ですから自分が好きな、自分がこれはいいと思うっていう色や柄を着ていくコーディネートが合うんですね。ですがあなたの場合は個性がわからないので、このコーディネートがそのご質問者様の個性に合ってるかどうかよくわからないです。ベージュの江戸小紋にからしのようなカーキのようなものを合わせるっていうことは、もしかしたら茶色系ですから茶色の個性かな。でも柄について書いてないので、柄の複雑さとかどんな柄か分かりませんから判断がしづらいです。それから同色系を合わせてらっしゃるので、茶色は複雑さが好きなのに少し色を引くような白い個性が入っているのかなと思います。それから帯締めと帯揚げの色が着物の色と似ているピンクベージュのような帯締めと帯揚げ、似ているものを持ってくるっていうことはすっきりさせたいからやっぱり白が入っているのかな。だけど同色系なのでやっぱり茶色なのかなっていうことになるんですね。ですからこのコーディネートが正しいのか正しくないのかはわかりません。はい、柄も入ってこないと分かりませんし、あなたの個性に対してその色や柄がどのような状況なのかということになりますよね。色個性診断っていうのを出しておりますので、そちらで判断していただくといいんですが、それは色だけで人の個性は判断できるのではないので、柄も合わせて判断するようになっております。色の好みと柄の好みはかなり違うんですね。柄の好みはかなり大きく人に影響を与えておりますので、そのようなものを使ってご自分の個性を診断していただくことができます。で、ご自分の個性がどんな個性かということが分かれば、コーディネートがとてもしやすくて、このコーディネートでいいのか悪いのかということがわかります。このご質問者様のような質問とか疑問を私も24年間やっている着物のコンサルティングの中でかなり悩んだんですね。悩んだ結果、あなたが誰なの、あなたはどういうセンスなのということがわからないとコーディネートはできないと思って、そして分析した結果6個の個性があるということが分かったのが色個性診断なんですね。ですからあなたの個性が分かれば、あなたが選んでらっしゃるお着物の理由と、それから良し悪しと、それからもっとどうすればいいかということの正解が分かります。正解が分かります。でもあなたがどんな方かが分からない状態で正解は全く分かりません。はい、全く分かりません。ですから正解が分かるようにぜひ個性を知ってくださいませ。色選びをどのように考えるか、柄も必要です。そしてあなたを差し置いて着物や帯や帯締め帯揚げは選べないんです。まずあなたがどんな個性かが分かったら、その個性に紐づいた色や柄、どんな色や柄があなたらしいのかということが分かりますので、そのあなたらしい色や柄と選ぼうとしている着物や帯や帯締め帯揚げの関係性が見えてきて、もっとこうした方がいいとか、これはもうこれでいいとかっていう結果を見ることができますよ。今回の動画の中で個性がわからないとあなたがどうしたいのかわからないというふうに申し上げたんですけれども、この図がとても大切なんですね。江戸小紋にこの帯とこの帯締め帯揚げが合うでしょうか、この色が合うでしょうかっていう時に、この着物だけではなくて、あなたということと、それから周りの環境ですね。何月何日にどこで着る、そしてそれはどういう立場でお召しになってどう見せたいのっていうことが重要なんですね。それってここに全部私書いているんですけども、似合う図、あなたにそのお着物が似合うためには、あなた自身の好き嫌いとかこう見せたいっていう部分が人の個性で、色個性診断はファッションで出る部分ですね。それから立場とか年齢とか目とか
髪の色とか肌の色というのは別の要素になります。立場が違うと着るものが違うので、それから髪の色が違うとやっぱり着るものが違うんですねっていう、あなたの部分と、それから着物ですね、フォーマルが必要なのに大島紬じゃダメですよね、それから先生なのに初心者みたいな着物じゃダメですよねっていう着物ですね、着物の格や柄や色や素材や風合いや種類や豪華さ、季節の約束、こういうものもわからないとダメですし、それを何月何日にどこでどんな目的で着るのですかっていう、ここがわからないといけないんですね。ですから、ご質問者の方が、江戸小紋に、この帯で、この帯締めと帯揚げでいいですかって言われたのは、ここの部分だけですね。江戸小紋の色だけです。ですから、私っていうものがほとんど見えていません。全く個性もわからない、年齢もわからない、立場もわからない。そして、どういうところで着るのかがわからないと、そのコーディネートいいですねって言えないんですよね。それから、おっしゃってるのは色だけですよね。柄。とか、江戸小紋っておっしゃってますけれども、帯ってどんな帯なんですか、袋帯ですか、八寸の帯ですかによって違ってきますので、ぜひ皆様これをご利用なさってください。この公式 LINE の QR コードをかざしていただいて、LINE 登録していただきますと、LINE の中でこの似合う図を無料でプレゼントさせていただきますので、ご利用ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。